盗塁する選手って減ったんや。特にせ、最後の40盗塁が13年前とか、阻止率上がったから、選手が減ったと言い寄りさせる監督が減った感じがする。失敗のリスクがでかくて有効性が低いからやろな。赤星式盗塁とかで前より成功率にも注目が集まるようになったし、見てる方としてはいつ走るんやって注目したり、唐突に走ってきたりするのはおもろいんやけどな。バントが年々増えてるやん。長打の優位性が昔以上に示されたから、コスパが悪すぎる。10回連続で盗塁成功するのとホームラン1本が同じくらいの価値や、史上最年長盗塁王が誕生したり、ダイソーで取れたり以前より重要視されてないことは間違いない。その代わりに走塁の重要性は上がってる気がする。内野安打バント盗塁って現地だと結構盛り上がるよな。今悪いに出たら怪我防止の手袋つける選手も増えたな。キャッチャーの見せ場減って寂しいが、盗塁はリスク高すぎよね。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。